増えて人の往来がますます激しくなる川崎市では、交通問題が頭痛の種となっています。市の交通網は市電トロリーバス、それに全長58キロのバス網が市民の足として利用されていますが、このほど市の西北部日吉伊田方面と東南部の大市市営埠頭方面の交通の重要性から、新たに市営バスを開通することになり、すでに10月1日からこの2線の運転が開始されています。